こんにちは。今日の講義は書籍、日立の壁です。この本は、日本を代表する大企業である日立製作所の改革の軌跡を描いた非常に興味深い一冊です。著者の東原俊明氏は、日立製作所の元取締役会長であり、この本で自身が直面した様々な課題と、それらをどのように乗り越えていったかを詳細に記しています。日立製作所といえば、多くの方々にとって馴染み深い企業でしょう。家電製品から重工業まで幅広い分野で事業を展開する日本を代表する総合電機メーカーです。しかし、このような大企業にも危機の時があったのです。2009年、日立は製造業史上最大の赤字を計上しました。その額なんと7873億円。これは当時としては驚異的な数字でした。この危機的状況から日立はどのようにして立ち直ったのでしょうか。そして立ち直った後もなぜさらなる改革が必要だったのでしょうか。この本はそんな疑問に答えてくれる貴重な記録です。まず序章、日立という壁から見ていきましょう。ここでは日立が直面していた様々な壁について語られています。大企業特有の問題、いわゆる大企業病とも呼ばれるものです。例えば言い訳文化や事なかれ主義、縦割り組織の弊害、もたれ合いの体質、問題の先送り、過度な忖度などが挙げられています。これらの問題は一朝一夕には解決できないものばかりです。続いて第一章、ポラリスを見上げてでは、著者の東原氏が日立に入社した当時の様子やキャリアの初期段階での経験が語られています。ポラリスとは北極星のことですが、ここでは目標や指針を表す比喩として使われています。若手社員時代の東原氏がどのような志を持って仕事に取り組んでいたのか、そしてそれが後の改革にどうつながっていったのかが描かれています。第2章、稼げる会社になるでは、日立の経営改革の核心に迫ります。赤字から脱却し安定的に利益を出せる企業体質への転換がテーマです。ここで重要なのは単に経費を削減するだけでなく、企業の体質そのものを変えることです。例えば各事業部門の採算性を厳しくチェックし、不採算部門の整理統合を進めるといった取り組みが紹介されています。第3章、ルマーダ指導は日立の新しい取り組みについて詳しく解説しています。ルマーダとは日立が力を入れているデジタルソリューション事業のブランド名です。インターネットオブシングス、 IoT や人工知能 AI といった最新技術を活用し、顧客企業のデジタル変革を支援するビジネスです。この章では日立がどのようにしてこの新しい分野に進出し成功を収めていったのかが語られています。第4章、日立の DNA では日立の企業文化や伝統について深く掘り下げています。創業以来受け継がれてきたは誠、開拓者精神といった理念が現代においてどのような意味を持つのか、そしてそれらをどのように現代に適用させていくのかが議論されています。第5章、大三河工場と私は、著者の東原氏が若手時代を過ごした大三河工場での経験に焦点を当てています。大三河工場は日立の制御システム事業の中核を担う重要な拠点です。ここでの経験が後の東原氏の経営者としての考え方にどのような影響を与えたのかが語られています。第6章、ロスコストの生産では日立が取り組んだコスト削減策について詳しく解説されています。ここでいうロスコストとは無駄な支出や非効率な業務プロセスによって生じる余分なコストのことです。この章ではどのようにしてそれらを洗い出し削減していったのかが具体的に述べられています。第7章、グローバルナンバーワンへ、日立グループの再編は日立の国際戦略について焦点を当てています。グローバル化が進む中で日立がどのようにして世界市場でのプレゼンスを高めていったのか、そのための組織再編や戦略の立て方が詳しく解説されています。第8章、私の経営理念、自立分散型グローバル経営では、著者の東原氏が考える理想の経営スタイルについて語られています。自立分散型というのは各部門や子会社に大幅な権限を与え自主的な経営を促すという考え方です。しかし同時にグループ全体としての一体感も失わないようにするという難しいバランスが求められます。この章では
そのバランスをどのようにして取っていったのかが説明されています。最後の第9章、未来の日立のためにでは、著者が日立の将来像について語っています。テクノロジーの急速な進歩や社会構造の変化など、日立を取り巻く環境は刻々と変化しています。そんな中で日立がどのような方向性を目指すべきか、著者の考えが述べられています。この本の特徴は単なる成功譚ではないという点です。確かに日立は危機的状況から見事に立ち直りました。しかし著者はそこで満足せず、さらなる改革の必要性を説いています。大企業であるがゆえの壁は、一度乗り越えたからといって永久になくなるわけではありません。常に新しい課題が生まれ、それに対応し続けなければならないのです。またこの本は単に日立という一企業の話にとどまらず、日本の製造業全体が抱える課題についても示唆に富んでいます。例えばグローバル化への対応や、デジタル技術の活用、組織の硬直化の打破など、多くの日本企業が直面している問題について日立の事例を通じて考察することができます。さらに著者の東原氏の経営哲学についても深く知ることができます。彼が重視する現場力とは何か、どうすれば組織の中に根付かせることができるのか、また自立分散型グローバル経営という考え方は、今後の日本企業の在り方に一石を投じるものと言えるでしょう。この本を読むと、大企業の経営がいかに複雑で困難なものであるかがよくわかります。一つの決定が何万人もの従業員の生活に影響を与え、時には国家経済にまで波及することもあるのです。そんな重責を担う経営者の思考プロセスや決断の瞬間を、この本では臨場感たっぷりに描き出しています。またこの本は単に経営者だけでなく、ビジネスパーソン全般にとっても示唆に富む内容となっています。例えば組織の中でどのようにして変革を起こすのか、反対意見にどう対処するのか、リーダーシップをどのように発揮するのかなど、日々の仕事に生かせるヒントが随所に散りばめられています。さらにこの本は日本の製造業の歴史を知る上でも貴重な資料と言えるでしょう。日立は日本の高度経済成長を支えた象徴的な企業の一つです。その日立がバブル崩壊後の失われた20年をどのように乗り越え、そして2010年代以降のグローバル競争にどう立ち向かっていったのか、それは単に一企業の物語ではなく、日本経済そのものの変遷を映し出す鏡でもあるのです。この本を読んで特に印象的だったのは、著者の東原氏の現場主義の姿勢です。彼は常に現場に足を運び、社員の声に耳を傾けることを大切にしています。トップダウンの改革ではなく、現場の声を生かしながら組織全体を変えていく、そんな彼の姿勢が日立の改革を成功に導いた大きな要因の一つだったのではないでしょうか。またこの本では日立の歴史や伝統についても触れられています。創業者の小平波平氏の理念や、日立が大切にしてきたは誠、開拓者精神といった価値観、これらを単に回顧的に振り返るのではなく、現代においてどのように解釈し生かしていくべきかが論じられています。伝統を大切にしながらも時代に合わせて進化していく、そんな日立の姿勢は多くの日本企業にとって参考になるのではないでしょうか。さらにこの本では日立の国際戦略についても詳しく述べられています。かつての日本企業は国内市場で稼いだ資金をもとに海外展開を図るという戦略が一般的でした。しかし少子高齢化による国内市場の縮小や新興国企業の台頭により、そのモデルは通用しなくなってきています。日立がどのようにしてこの課題に取り組み、真のグローバル企業への転換を図ったのか、その過程は今後の日本企業の国際戦略を考える上で非常に示唆に富むものと言えるでしょう。この本の中で特に興味深かったのは、日立のデジタル戦略についての記述です。インターネットオブシングスや人工知能といった最新技術をどのようにして既存の事業と融合させていったのか、またそのために必要だった組織改革や人材育成について詳しく解説されています。デジタルトランスフォーメーションが叫ばれる今日、多くの企業にとって参考になる内容だと思います。またこの本では日立の社会貢献活動についても触れられています。企業の社会的責任 CSR が重視される現代において、
日立がどのようにして事業と社会貢献の両立を図っているのか、環境問題への取り組みや地域社会との共生など具体的な事例を交えて説明されています。さらにこの本では日立の人材育成策についても詳しく述べられています。グローバル化やデジタル化が進む中でどのような人材が必要とされ、そしてどのようにしてその人材を育成していくのか、日立の取り組みは多くの企業にとって参考になるのではないでしょうか。この本を読んで感じたのは、大企業の改革がいかに困難で時間のかかるものであるかということです。組織の完成や既得権益の壁、社員の意識改革など乗り越えるべき課題は山積みです。しかし同時に粘り強く改革を続けることで大きな成果を上げることができるということもこの本は教えてくれています。またこの本は単に日立という一企業の物語にとどまらず、日本の製造業全体が直面している課題についても深い洞察を与えてくれます。例えば少子高齢化による国内市場の縮小、新興国企業との競争激化、テクノロジーの急速な進歩への対応など、これらは日立だけでなく多くの日本企業が直面している問題です。さらにこの本では経営者としての心構えやリーダーシップの在り方についても多くの示唆が含まれています。例えば困難な状況下でも冷静に判断を下す勇気、社員とのコミュニケーションの重要性、長期的視点を持つことの大切さなど、これらは経営者だけでなくビジネスパーソン全般にとっても参考になる内容です。この本を通じて日本の製造業の歴史と未来について考えさせられます。かつて世界を席巻した日本の製造業、その強さの源泉は何だったのか、そしてなぜ苦境に陥ったのか、日立の事例を通じてこれらの問いに対する一つの答えを見出すことができるでしょう。またこの本は単なるビジネス書以上の価値があると感じました。それは日本社会全体が直面している課題についても多くの示唆を与えてくれるからです。例えばグローバル化への対応、イノベーションの創出、組織の硬直化の打破など、これらは企業だけでなく日本社会全体が取り組むべき課題でもあります。日立の改革の過程はこれらの課題にどう向き合うべきかについて多くのヒントを提供してくれています。この本を読み進めていくと日本企業の強みと弱みが浮き彫りになっていきます。例えば技術力の高さや品質へのこだわりといった強みがある一方で、意思決定の遅さや変化への対応力の弱さといった課題も見えてきます。日立がこれらの課題にどう取り組んだのかを知ることで他の日本企業も自社の改革のヒントを得ることができるでしょう。またこの本は経営学の観点からも非常に興味深い内容となっています。組織論や戦略論、リーダーシップ論など様々な経営学の理論が実際のビジネスの現場でどのように適用されているのかを具体的な事例を通じて学ぶことができます。これは経営学を学ぶ学生や研究者にとっても貴重な資料となるでしょう。さらにこの本は日本の産業政策についても考えさせられる内容となっています。政府の役割、産学連携の在り方、イノベーション創出のための環境整備など、日本が国際競争力を維持向上させていくために必要な要素について日立の事例を通じて考察することができます。この本を読み終えて感じるのは変革の難しさと同時にその重要性です。世界は常に変化し続けています。その中で企業が生き残り成長し続けるためには自らも常に変化し続ける必要があります。日立の改革の軌跡はそのことを私たちに強く訴えかけているのです。日立の改革は今も続いています。テクノロジーの進化、市場環境の変化、社会課題の多様化など企業を取り巻く環境は刻々と変化しています。そんな中で日立がこれからどのような道を歩んでいくのか、この本を読んだ後そのことにも大きな関心を持たずにはいられません。日立の壁は単に一企業の物語を超えて日本の産業界全体、そして日本社会の未来について考えさせられる一冊です。経営者や企業人はもちろん、政策立案者、研究者、学生など幅広い読者にとって価値ある内容となっています。変化の激しい現代においてこの本から学べることは非常に多いのではないでしょうか。日立の改革の軌跡を追うことで
私たちは日本企業が直面している課題と、それを乗り越えるためのヒントを得ることができます。そして同時に、日本社会全体が向き合うべき問題についても、深い洞察を得ることができるのです。この本は、日本の産業と社会の未来を考える上で、非常に重要な一冊だと言えるでしょう。さて、ここまで日立製作所の改革の軌跡と、東原俊明氏の経営哲学についてお話しましたが、ここからはこの改革が日本の産業界全体に与えた影響と、そこから導き出される教訓について掘り下げていきたいと思います。日立の改革は単に一企業の成功端にとどまらず、日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。特に注目すべきはグローバル化への対応とデジタル技術の活用という2つの側面です。まずグローバル化への対応について考えてみましょう。日本企業の多くは長年にわたり国内市場を中心に事業を展開してきました。しかし少子高齢化による国内市場の縮小や新興国企業の台頭により、このビジネスモデルは限界を迎えつつあります。日立の改革はまさにこの課題に正面から取り組んだ事例と言えるでしょう。例えば日立は海外売上高比率を大幅に引き上げることに成功しました。これは単に輸出を増やすだけではなく、海外での研究開発や生産体制の強化、現地企業との提携や買収など、多面的なアプローチによって実現されたものです。特に注目すべきは、海外人材の積極的な登用です。日立は、外国人執行役を増やすなど、経営陣の多様化を図りました。これは、グローバルな視点を経営に取り入れる上で非常に重要な施策と言えます。このような取り組みは、日本の他の製造業にとっても大いに参考になるでしょう。多くの日本企業が、未だに日本的経営にこだわり、グローバル化への対応に遅れをとっているのが現状です。日立の事例は、伝統的な日本企業でも、意思決定と実行のスピードを上げることで、グローバル市場で10分に戦えることを示しています。次に、デジタル技術の活用について見ていきましょう。日立は、インターネットオブシングスや人工知能といった最新技術を既存の事業と融合させることに成功しました。これはルマーダというブランド名で展開されているデジタルソリューション事業です。この取り組みが興味深いのは、単に新しい技術を導入するだけでなく、それを既存の事業と有機的に結びつけている点です。例えば日立の強みである社会インフラ事業にデジタル技術を組み合わせることで、より効率的で持続可能なインフラシステムを提供しています。これはフィジカルとサイバーの融合と呼ばれる取り組みで、今後の製造業の方向性を示唆するものと言えるでしょう。このような取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業がデジタル化への対応に苦慮しているのが現状です。特に既存の事業モデルとデジタル技術をどのように融合させるかという点で、多くの企業が課題を抱えています。日立の事例は、伝統的な製造業でもデジタル技術を活用して新たな価値を創造できることを示しています。さらに日立の改革で注目すべきは組織文化の変革です。日本企業の多くは長年にわたって培われた独自の企業文化を持っています。これは時として強みとなりますが、急速に変化する現代のビジネス環境においては足かせとなることもあります。日立はこの課題にどのように取り組んだのでしょうか。一つのキーワードはオープンイノベーションです。日立は社内の技術や知見だけでなく、外部のリソースを積極的に活用する姿勢を打ち出しました。例えばスタートアップ企業との協業や大学との共同研究などを積極的に推進しています。これは自前主義と呼ばれる、全てを自社で開発しようとする従来の日本企業の姿勢からの大きな転換といえます。このような取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。急速に進化するテクノロジーの世界では、一社だけで全てをカバーすることは不可能です。外部のリソースを効果的に活用し、スピード感を持って新しい価値を創造していくことが求められているのです。また日立の改革で興味深いのは自立分散型経営という考え方です。これは各部門や子会社に大幅な権限を与え、自主的な経営を促すというものです。従来の日本企業の多くは
本社による強い中央集権的な管理体制をとっていました。しかし、グローバル化が進む中で、この方式では現地のニーズに迅速に対応することが難しくなっています。日立の自立分散型経営は、この課題に対する一つの回答と言えるでしょう。各部門や子会社が、自らの判断で迅速に意思決定を行い、行動に移すことができる。しかし同時に、グループ全体としての一体感も失わない。このバランスを取ることは非常に難しいですが、日立はこれを実現しようとしています。この取り組みは、日本の他の製造業にとっても大いに参考になるでしょう。グローバル化が進む中で、いかに現地のニーズに迅速に対応しつつ、グループ全体としての一体感を保つか、これは多くの日本企業が直面している課題です。日立の事例は、その一つの解決策を示していると言えるでしょう。さらに、日立の改革で注目すべきは、人材育成の取り組みです。グローバル化やデジタル化が進む中で、求められる人材像も大きく変化しています。日立は、この課題にどのように取り組んだのでしょうか。一つのキーワードは、ダイバーシティです。日立は、性別や国籍、年齢などに関わらず、多様な人材を積極的に登用する方針を打ち出しました。特に、女性管理職の比率向上や、外国人社員の採用拡大などに力を入れています。これは、多様な視点や考え方を経営に取り入れることで、イノベーションを促進しようという狙いがあります。また、日立は、デジタル人材の育成にも力を入れています。これは、単にプログラミングスキルを持った人材を増やすということではありません。デジタル技術を活用して、ビジネスモデルそのものを変革できる人材を育成することを目指しています。具体的には、データサイエンティストやエクスペリエンスデザイナーなど、新しい職種の人材育成に取り組んでいます。これらの取り組みは、日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が、グローバル化やデジタル化に対応できる人材の不足に悩んでいるのが現状です。日立の事例は、既存の人材の育成と新たな人材の獲得の両面からこの課題に取り組むことの重要性を示しています。さらに日立の改革で興味深いのは社会イノベーション事業という考え方です。これは単に製品やサービスを提供するだけでなく社会課題の解決に貢献するビジネスを展開するというものです。例えばエネルギー効率の向上や都市インフラの最適化、ヘルスケアの質の向上など、さまざまな社会課題に対して、テクノロジーを活用したソリューションを提供しています。この取り組みは、企業の社会的責任という概念を一歩進めたものと言えるでしょう。単に利益を追求するだけでなく、社会に対してどのような価値を提供できるか、そして、その価値提供を通じて、いかにビジネスとしても成功するか、これは、今後の企業経営において非常に重要な視点になると考えられます。日立の事例は、社会課題の解決と事業の成長を両立させることが可能であることを示しています。これは、日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が、社会貢献と利益追求をどのように両立させるかという課題に直面しています。日立の社会イノベーション事業は、その一つの回答を示していると言えるでしょう。また、日立の改革で注目すべきは、環境への取り組みです。日立は、2050年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げています。これは非常に野心的な目標ですが、日立はこれを単なる理想論ではなく、ビジネスチャンスとして捉えています。例えば、再生可能エネルギーの活用や、エネルギー効率の高い製品の開発、さらにはデジタル技術を活用したエネルギーマネジメントシステムの提供など、様々な取り組みを行っています。これらは、環境負荷を低減すると同時に、新たな事業機会を創出するものです。この取り組みは、日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。環境問題への対応は、もはや企業にとって避けて通れない課題となっています。しかし、多くの企業がこれをコストとして捉えがちです。日立の事例は、環境への取り組みを新たな成長の機会として捉え直すことの重要性を示しています。さらに、日立の改革で興味深いのは、競争という考え方です。これは、顧客や他企業、大学、研究機関などと協力して、
新しい価値を創造するというものです。従来の製造業のビジネスモデルは自社で製品を開発し、それを顧客に販売するというものでした。しかし日立は顧客と一緒に課題を発見し、解決策を考え実行するというアプローチをとっています。この競争の考え方は特にビジネス2ビジネス B2B の分野で重要です。例えば製造業のデジタル化支援やスマートシティの実現など複雑で大規模なプロジェクトでは一社だけで全てを担うことは困難です。顧客や他の企業と協力することでより効果的なソリューションを提供することができるのです。この取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が自前主義にこだわるあまり外部との協力に消極的な傾向があります。しかし技術の進歩が加速しビジネス環境が急速に変化する中でこのアプローチには限界があります。日立の競争の事例はオープンイノベーションの重要性を示していると言えるでしょう。また日立の改革で注目すべきはデザイン思考の導入です。これはユーザーの潜在的なニーズを深く理解し、それに基づいて革新的なソリューションを生み出すアプローチです。従来の製造業では技術的な優位性や機能の充実に重点を置きがちでした。しかし日立はユーザー体験 UX を重視し、それを起点に製品やサービスを開発するという方針を打ち出しています。例えば日立はエクスペリエンスデザインという部門を設置し、ユーザーの行動や感情を深く分析し、それに基づいて製品やサービスを設計するという取り組みを行っています。これは単に使いやすい製品を作るということではありません。ユーザーの潜在的なニーズを掘り起こし、それに応える新しい価値を創造することを目指しています。この取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が技術的な優位性を追求するあまりユーザーのニーズから乖離してしまうという課題を抱えています。日立のデザイン思考の導入は技術と人間中心のアプローチを融合させることの重要性を示していると言えるでしょう。さらに日立の改革で興味深いのはアジャイル開発の導入です。これはソフトウェア開発の分野で生まれた手法ですが、日立はこれを製造業にも適用しています。従来の製造業では長期的な計画を立て、それに基づいて製品開発を進めるウォーターフォール型の開発が一般的でした。しかし市場環境の変化が激しい現代ではこのアプローチでは柔軟な対応が難しくなっています。日立はこの課題に対応するためアジャイル開発の手法を積極的に取り入れています。これは小規模なチームが短期間で機能を開発し、顧客のフィードバックを得ながら迅速に改善を重ねていくというアプローチです。この方法により市場のニーズにより柔軟に対応し、開発のスピードを上げることが可能になります。この取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が完璧主義にこだわるあまり開発期間が長期化し、市場の変化に対応できないという課題を抱えています。日立のアジャイル開発の導入はスピードと柔軟性の重要性を示していると言えるでしょう。また日立の改革で注目すべきはデータドリブン経営の推進です。これはビッグデータや分析技術を活用し、客観的なデータに基づいて経営判断を行うというアプローチです。日立は自社内のデータだけでなく顧客や取引先のデータも活用し、より精度の高い意思決定を行うことを目指しています。例えば製品の開発段階から市場データや顧客の使用データを分析し、需要予測や最適な価格設定を行っています。また工場の生産ラインでもセンサーから得られるデータをリアルタイムで分析し、生産効率の向上や品質管理の徹底を図っています。この取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が経験や勘に頼った意思決定を行う傾向がありますが、それでは急速に変化する市場環境に対応することが難しくなっています。日立のデータドリブン経営の推進は客観的なデータに基づく意思決定の重要性を示していると言えるでしょう。さらに日立の改革で興味深いのはワークスタイル変革への取り組みです。これは
単に在宅勤務を導入するといった表面的な変化ではありません。仕事の進め方そのものを根本から見直し、生産性と創造性を高めることを目指しています。例えばフリーアドレス制の導入や、オフィスのレイアウト変更によるコミュニケーションの活性化、テレワークの推進による柔軟な働き方の実現など、さまざまな施策を実施しています。また人工知能やロボティクスを活用し、定型業務の自動化を進めることで、社員がより創造的な業務に集中できる環境を整備しています。この取り組みは日本の製造業全体にとって重要な示唆を含んでいます。多くの日本企業が従来の働き方にこだわるあまり、生産性の向上や優秀な人材の確保に苦戦しています。日立のワークスタイル変革への取り組みは、働き方の多様化と生産性向上の両立の重要性を示していると言えるでしょう。日立の改革は日本の製造業が直面している様々な課題に対する一つの回答を示しています。グローバル化への対応、デジタル技術の活用、組織文化の変革、人材育成、環境への取り組み、競争の推進、デザイン思考の導入、アジャイル開発の適用、データドリブン経営の推進、ワークスタイルの変革など多岐にわたる取り組みは他の企業にとっても大いに参考になるでしょう。しかしこれらの改革を実現するのは決して容易ではありません。長年にわたって築き上げてきた企業文化や業務プロセスを変えることには大きな抵抗が伴います。日立の改革が成功した背景には、トップマネジメントの強いリーダーシップと社員一人一人の変革への意識があったことを忘れてはいけません。日本の製造業は今大きな転換点に立っています。グローバル化やデジタル化の波は従来のビジネスモデルを根本から覆そうとしています。しかしこれは同時に大きなチャンスでもあります。日立の改革はその可能性を示す一つの事例と言えるでしょう。日本の製造業がその技術力と創造性を生かし、新たな価値を生み出していくことを期待したいと思います。以上、本日の講義では日立の壁を通じて、日本の製造業が直面する課題とその克服に向けた取り組みについて見てきました。この書籍が示す改革の道筋は、単に一企業の成功端にとどまらず、日本の産業界全体に対して重要な示唆を含んでいます。特に印象的だったのは、伝統と革新のバランスを取る難しさです。長年培ってきた技術力や品質管理の高さは日本の製造業の強みです。しかし急速に変化する市場環境の中で、その強みを生かしつつ、いかに新しい価値を創造していくか、この点において本書は具体的な方策を提示しています。例えば競争という概念は非常に興味深いものでした。顧客や他企業、研究機関などと協力して新しい価値を生み出すという考え方は、従来の自前主義からの大きな転換といえます。これはオープンイノベーションの重要性を示すと同時に、日本企業が得意とするすり合わせの技術をより広い範囲で活用する可能性を示唆しています。また自立分散型経営の考え方も注目に値します。グローバル化が進む中で、各地域の特性に合わせた迅速な意思決定が求められています。しかし同時に企業としての一体感も失わないようにする必要があります。この難しいバランスをどのように取るか、本書は具体的な事例を通じて示しています。さらにデジタル技術の活用についても、本書は示唆に富む内容を提供しています。単にデジタル技術を導入するだけでなく、それを既存の事業とどのように融合させるか、この点について本書はフィジカルとサイバーの融合という観点から興味深い事例を紹介しています。人材育成の面でも本書は重要な指摘をしています。グローバル化やデジタル化が進む中で、求められる人材像も大きく変化しています。多様性を重視し、デジタルスキルを持った人材をいかに育成確保するか、この課題に対する取り組みは多くの日本企業にとって参考になるでしょう。環境問題への対応も本書の重要なテーマの一つです。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを、単なるコストではなく新たな事業機会として捉える視点は、今後の企業経営において非常に重要になってくるでしょう。本書が提示する改革の道筋は決して平坦なものではありません。
長年にわたって築き上げてきた企業文化や業務プロセスを変えることには大きな抵抗が伴います。しかし変化の激しい現代において変革を避けて通ることはできません。本書の価値は単に成功事例を紹介するだけでなく、その過程で直面した困難やそれをどのように乗り越えたかを詳細に描いている点にあります。これは同様の課題に直面している他の企業にとって貴重な指針となるでしょう。また本書は日本の製造業の歴史を振り返る上でも重要な資料といえます。高度経済成長期からバブル崩壊、そして現在に至るまで日本の製造業がどのような変遷を遂げてきたか、その中で企業がどのような判断を下しどのような結果をもたらしたか、これらを知ることは今後の日本の産業界の方向性を考える上で非常に有益です。本書から学べることは単に企業経営の技術的な側面だけではありません。リーダーシップのあり方、組織文化の重要性、社会との関わり方など、より広い視点から企業のあり方を考えさせられる内容となっています。特に印象的だったのは著者の東原氏の現場主義の姿勢です。トップダウンの改革ではなく現場の声を生かしながら組織全体を変えていく、この姿勢は日本企業の強みを生かしつつ新しい価値を創造していく上で非常に重要なポイントだと感じました。本書は日本の製造業が直面している課題に対する一つの回答を示しています。しかしそれは決して唯一の正解ではありません。各企業が自社の特性や置かれた環境に応じて最適な解決策を見出していく必要があります。その意味で本書は考えるためのヒントを提供してくれる貴重な一冊だと言えるでしょう。日本の製造業は今大きな転換点に立っています。グローバル化やデジタル化の波は従来のビジネスモデルを根本から覆そうとしています。しかしこれは同時に大きなチャンスでもあります。本書が示すように変革への勇気とそれを実行する力があれば日本の製造業には大きな可能性が開けているのです。皆さんには本書から学んだことをぜひ自分自身の仕事や研究に生かしていただきたいと思います。そして日本の製造業の未来について自分なりの考えを持ち議論を深めていってください。それが日本の産業界全体の発展につながっていくはずです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってこの点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるのでモチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体づくりにも注力しているので長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなくカウンセラーや医療機関、管理栄養士、
データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより体重減少だけでなく総合的な健康の向上を目指しています。ライズアップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたいなど一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライズアップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライズアップメソッドによって 52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライズアップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライズアップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライズアップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライズアップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライズアップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。